2枠目です。テロップ加工。おはよう、おはよう。ありがとう皆さん、この時間もよろしくお願いします。張り切っていきましょう、張り切っていきましょう。朝はこれがラストです。待って、リンゴリンゴ、ちょっともう前髪がなんか決まらなかったんで止めてるよ。珍しいかも、珍しいかも。お家ではほとんどこのスタイルなんですけどお家にいるときはだいたい止めてるんですけど。可愛いでしょう、ポムちゃん。のりへくすさん、くす玉、くす玉タワーありがとう、くす玉タワーありがとうございます。頑張りましょう、今日も頑張りましょう、ありがとう。ぜひ皆さん星投げやカウントで応援してくださると嬉しいです。イベント参加中です。2枠目、ありがとう。ギフトもありがとうね。やる、珍しいんじゃない？なかなか配信でおでこ、おはよう。おはよう。SMS 認証なってるって。なってないね。なってないです。設定のマイページのところからできるので、よろしくお願いします。なってないね。皆さん、そう、 SMS 認証をしていただかないと、せっかくね投げてもらっても反映されないので、ぜひよろしくお願いします。もう今何の光もつけてない、自然光だけの光、明るくなってきたね。今日はリンゴを食べます。かわいいサイズのリンゴ。リンゴを食べますわよ。通知バグってるって思ったらイベントしてたんだって。ぜひ星投げやカウントよろしくお願いします。ありがとう。頑張る、頑張るぜ。頑張るぜ。そう、土曜日まで、今日は2日目ですね。今日は火曜日か。火水木金土。
なんかおでこ出してるのが嫌になってきた自分が画面に映るからなんか嫌になってきちゃった なんか自然光だからさ、光が当たってる。ありがとう、この分もありがとうございます。今はリンゴを剥いてる。あんまり包丁は移さない方がいいね。あ、ちょっと前もって言っとこう。私さ、今日昨日か昨日ね、速達でお急ぎ便で宅急便を頼んだから、午前中指定にしてるから8そろそろ届くかもだからびっくりしないでね、インターホンになっても。ペロ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 。私もうリンゴはプロなんよ、剥くの。もう正直目をつぶってでも剥けるんです。学生時代から毎日食べてたから。でもなんかそう、なんかさ、あれ8時からじゃないっけ宅急便の午前中って。インターホンって急になったらびっくりしちゃうよね。なんかインターホンとか電話とかさ、びっくりしちゃう。私だけかな。あ、9時からだっけな。とりあえず一切れ剥いたなんかさなんかあれかも、なんかなんかかわいい。見てお皿かわいいでしょ。そう、昨日見せたかったんだけどさ、見せれんかったから。ジュノさんのにゃんこ。お父さんがさやかりのサインボールゲットしてましたって、福岡の夜公演。え、あ、覚えてる。あ、じゃああの方だな。え、昼夜どっちだろうあ、夜公演。あ、じゃああの方だなありがとう、ありがとう、よろしくお伝えください。リンゴ食べるよ。夜公演のサングラスデイズの曲でサインボール投げたんですけど、なんか福岡県出身のメンバーが福岡公演だったから、その投げる前になんか一言みたいな喋るのがあって、それ夜公演でさせていただいてどうでした、あれ。みんなのことを水筒よ、しからしかしからしかって言ったのはサラピ。私がみんなのこと水筒よって言ったらサラピが横からしからしか。サラピがシカラシカーって言ったらトゥ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 ってまた曲に戻るんですけど、曲が流れ出すんですけど、リハの時とかは私がみんなのこと水筒よって曲が流れちゃったりして
そう、音響さんがあ、ちょっとここで流しちゃいそうだから気をつけなきゃって言ってそう、シカラシカが大切ですって言ってありました。いただきます。種類だろう。このリンゴね。あ、縮まってる。縮まってるよみんな。みんな縮まってるよ。相変わらずこれすごい煽ってくるけど縮まってる。ありがとう。朝からみんなありがとうね。リンゴあげよう。食べかけのリンゴを渡してくる人。リンゴあげよう。ありがとう、頑張ってくれてみんなお疲れ様です。ありがとう。味覚戻ってよかったよ。だって今味覚なかったらもうね、悲しすぎる。このリンゴを送ってもらったリンゴなんですけど、おじいちゃんの家から、おじいちゃんおばあちゃんに送ってもらったリンゴなんですけど、何の種類だろう。見かけ的に富士かと思ったんだけど、ちょっとなんか味が違うかもしれん。味だろう、分からん。リンゴマスターと呼ばれた私が、そうやばい、キキリンゴ特技って言ってたのに、ちょっと聞いとこう。うまい。うまい。うまい。ありがとうみんな。ありがとう。なんかね、一回ぐらいおでこ出して公園出てみたいっていう私願望があるの。だからもしかしたら今後どこかで急におでこ出しててびっくりすることがあるかもしれん。まあ近いうちかとかもう全然ね、何もいつするとか予定は何もないけど、どう一回ぐらい、でもどうなんだろうな、どうなんだろうな、大し、うん、って感じ。一回ぐらい出てみたい。でもおでこ出すってなったらストレートおろしなのかな。びっくりしないでね。頑張ってください。ありがとう、頑張る。ぜひ星投げアカウントしてくださると本当に力になります。
1位を目指してます。確かにやるなら冬より夏。でも公園はね、季節構わず、季節を問わず暑いですからね。涼しいかもね。わからんね。前髪を上げて出たことがないので、前髪がどれほどの暑さの要因なのかが。ドドドド。ちゃんちゃんちゃ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 ん。そうよ。季節を問わずに暑いですよ。でも今週の私たちは公園以上に暑いですね。公園以上に暑いよね。今週の私たち。こんにちは、初見さん、ありがとう、来てくれて。今イベント参加中なので、ぜひお星やカウントしてくださると嬉しいです。原田さやかって言います。さやかりんです。さやかりんのりんはりんごから来ています。今りんご食べてます。なんかうまいこと言おうとしてるって。なんか言ってるって。そう、バレちゃった。誕生を読ませていただきます。もうこんな時間、この時間は25分までです。13位、たかしんさん。12位、きなこさん。11位、いっこうさん。10位ツナマヨさん。9位ケンちゃん。8位ガズザさん。7位ヤンカーさん。6位トリサンさん。5位ヒューガヤンさん。4位お姉さん。3位千畑さん。2位ゆずきちさん。そして1位ノリヘクス、あ、変わったね。13位きなこさん。12位いっこうさん。11位ツナマヨさん。10位ケンちゃん。9位カズサさん。8位トリサンさん。7位ヤンカーさん。6位ヒューガヤンさん。5位お姉さん。4位千畑さん。3位ゆずきちさん。2位たまちゃん。1位ノリヘクスさんです。ありがとうございます。ありがとう。朝はこれが最後だな。ありがとう、みんな頑張ってね。次は12時10分からの配信になるので、午前中乗り越えましょう。私はこの後ちょっと夜にする配信の必要なものなどを買いに行ったりするけど、でもとりあえず宅配が来るまでは待つぜ。待つぜ。やあ、頑張りましょう。やあ。じゃあね、ありがとうございました。バイバーイ。12時10分に会いましょう。頑張ってね。いってらっしゃい。ありがとう。15分。